はい、本日はですね、こちらのジョンブルのマスクを紹介していきたいなというふうに思います。で、これですね、以前僕の動画見ていただいている方やったらわかるかなと思うんですけど、Vlog で藤原さんっていうジョンブルのスタッフの方とちょっとプライベートで会ってたんですけど、その時になんかお土産ですって言ってこれもらったりしたんで、まあ、そうやったらどうせやったらレビュー動画作ろうかなと思って今から作るんですけど、これがですね、なんか噂によるとめちゃくちゃ人気らしくて、もしかしたらこの今動画アップしてるところにはもう完売してるかもしれないんですけど、まあ一応なんかこれレビューしてほしいっていう声も多かったんで、一回ちょっとレビューしとこうかということで、レビューしていきたいなと思います。で、まあ分かりやすくですね、日本国民なら皆さんが持ってるアベノマスクと比較しながらご紹介していけたらいいなというふうに思いますので、早速ご紹介していきたいなというふうに思います。今日の流れとしてはですね、まずですね、このマスクの対応、どういうところが対応してるとかっていうのを話して、で、次に特徴ですね、どんな特徴があるんかっていうので、で、次は気になる点、みたいな感じのところがなんかあるんで、それをお話しして、でその次にサイズ SML ってあるんで、それがどれぐらいのサイズ感かっていうお話をしていきたいなというふうに思うんですけど、ちょっと今手元にあるのがこちらの L サイズと M サイズになっているので、ちょっと S に関しては分からない部分はあるんですけど、まあ若干その辺の話をしていきたいなと思うので、まず最初は何やったかな、そうですね、何に対応してるかっていう話なんですけど、これがですね、マスクが、まあ一回ちょっとつけてみるんですけど、ちょっとこれつけると声がね、多分マイク入りづらくなっちゃうんで、どうかなと思うんですけど、まあこんな感じのマスクになってて、まあ、これが一応、風、熱とかの風あるじゃないですか、風とか、あと花粉とかホコリとかっていうのに対応してるらしくて、ただこのウイルスを完全に防ぐとは書いてないので、ウイルスに関してはちょっとどうなんかなみたいな感じで、まあ、最近のそのコロナのあれあるじゃないですか、それはもしかしたらちょっと対応しないんかもしれないんですけど、まあ、一応なんかエチケット的な部分にもマスクってなってると思うので、まあ、僕は普段マスクつける生活しないんで結構マスク嫌いなんですけど、まあ、普段からマスクされてる方なんかは結構こういうね、使い捨てじゃなくて洗って何回も使えるようなマスク持ってはると思うんですけど、まあ、そういった対応のマスクっていうことになってるらしいので、まあこの今回のコロナだけじゃなくて、それ以外にもその風邪とかあと花粉症の方なんかにはおすすめのマスクということになってるらしいですっていうのがまず対応で、次特徴っていうのがですね、どんな特徴があるかっていうところなんですけど、特徴がまず一つが、これ家でガンガン洗濯できるんですよね。だから使い捨てとかじゃなくて、もうガンガン洗濯もできるし、ネットにさえ入れておけばガンガン洗濯できて、僕もこれ 3,4 回洗濯してるんですけど、ネットにヒュンってそのまま掘り込んで、他の服と一緒にジェルボール突っ込んで、柔軟剤突っ込んで、あとはオイニー対策として漂白剤も突っ込むんですけど、それ突っ込んでガーッと一緒に洗って洗濯物をパンって干してあげたら、これめちゃくちゃ乾くの早いんですよね。で、まあ後で言うんですけど、こうポリエステルって素材使ってるので、めちゃくちゃ乾くの早いから、もう何やったら洗濯機回すじゃないですか。んで、あ、今からつけていきたいっていう時あるじゃないですか。そういう時はもう車のダッシュボードのとこ置いとくんですよ。ダッシュボードのとこ置いといて1時間ぐらい運転しとったらもう乾くんですよね。で、ちょうど着いた頃につけれるみたいな感じになってて、まあとにかく僕マスクにそんなこだわりないので、普通に洗えて普通に使えたらいいと思うので、まあ家でガンガン使えるっていうのはまあいいんじゃないかなというふうに思ってて、これジョンブルのですね、藤原さんっていう方が勤めてる梅田のリンクスかななんかっていうところやったら、めちゃくちゃ売れるらしいんですよね。でも入っては完売して、入っては完売してっていうぐらい、もうマスク屋さんかっていうぐらいマスク売れるんですよって言ってたんで、まあ、次の特徴がですね、これがメイドインジャパンなんですよね。まあ、だから人気っていうのもあると思うんですけど、これもともとジョンブルの工場で作ってるっていうのもあって、値段的にも安いし、なおかつメイドインジャパンで作れるってことで、まあ、多分他のブランドとかやったら自分の工場持ってへんかったら結構値段高くなると思うんですけど、まあ、これジョンブルの場合は自分の工場あるみたいなんで、その工場でもう全部作ってて生産もしてるらしいので、値段の割にはコスパクオリティが高いというか、変な仲介業者通してないので、まあ、変なって言ったら言い方してるかもしれないですけど、仲介業者通してないので、人件費とか輸送費とかは追加でかかってないっていうのが、2枚で2500円なんで、1枚だいたい1200円ぐらいなんですけど、まあ、1200円のクオリティじゃないなっていう、まあ、セレクトショップとかで取り扱おうと思ったら仲介手数料とかかかるから、まあ結構そこそこな値段してくるやろうなっていう感じだと思うんですけど、まあ一応日本製で作られてるっていうところで、まあ、なおかつ自社の工場で作ってるから、まあ値段も安いっていうことになってるんかなと思います。で、次がこれが一応立体的に作られてるっていうのがあって、僕マスクほんまに持ってないんでよくわからないんですけど、基本的にはこういう薄っぺらいマスクしか僕普段つけなくて、てか もはやマスクつけるのって週に1回か2回ぐらいしかないんですよね。だからほぼつけないんですけど、まあ、こういうマスクがメインなんですけど、こうやってこう立体的になってて、でなおかつつけた時も結構やっぱしっくりくるんですよね。こんな感じでこう綺麗に顔に沿ってるというか、カーブしてる感じになってるので、まあ、これってどんなマスクもそうなんか知らないんですけど、まあ、これは結構、まあ、どんな人にも合うやろうなと思うし、まあ、よっぽどしゃくれてたりしたらちょっとどうかなと思うんですけど、普通の顔の形してたらそんなにぴったりはまるんちゃうかなとは思います。まあ僕はどっちかっていうと出っ歯系なんですけど、出っ歯系やったらこれぴったりですね。こう前に歯
ある感じやから、まあいい感じになってて、まあ、特に不満点もないし、なおかつこの耳のとこがサイズがね、自分で調節できるんですよ。これ M サイズちょっと出してみると、もう今これちょっと取れかけてるんですけど、こんな感じで紐なってるんですよ。だから自分でこうくくっちゃって、で自分のサイズちょうどいいとこにしてぐるーって回してこの中に入れちゃって、まあこんな感じにしてるので、まあ自分のサイズ感に合いやすいんじゃないかなというふうには思います。でそれ以外にも一応機能としては、なんか冷感、あの冷たく感じるのとか、あとなんか UV カットがあったりとか、なんか消臭があったりするらしいんですけど、まあ正直それはつけててそんな感じることはないので、まあ一応そういう機能はあるんやなぐらいには思ってるんですけど、まあそんなにびっくりするような機能がついてるって感じではないんですけど、まあ一応そういう機能も あることはあるらしいです。でちょっと喋りにくいっていうか、多分見にくいと思うので撮りますね。で次は気になる点になるんですけど、これ気になる点が何かっていうとですね、一応これの説明文とか読んだりしたら、なんか天然繊維とかいう風に書いてあって、表も裏も天然繊維ですって書いてあって、まあ確かに触った感じもなんか天然繊維っぽいなとは思ったんですけど、この袋の表記見るじゃないですか、そしたらがっつりポリエステル100って書いてるんですよね。ポリエステルって化学繊維じゃないですか、だからどこが天然繊維やねんと思うんですけど、これの表記が正しければ全然天然繊維じゃないし、でもなんかオンラインストアとかの表記見たら天然繊維って書いてるし、なんかよく分からへんけど、僕は一応これはポリエステル100やと思って扱ってるので、まあ、だから頑丈やしガンガン乾くんやろなと思って取り扱ってはいてるんですけど、まあ、その辺はちょっと気になるんですよね。これどっちの表記が正しいんやろみたいな、まああんま気にならない人からしたら別にどっちでもいいわって話だと思うんですけど、まあその辺が僕がちょっとこの辺気になるんで、まあ、どっちなんやろうなっていうのがちょっと気になるかなというふうに思います。であともう一個言うの忘れたんですけど、この裏地、この表ってこうなってるじゃないですか、で顔に当たる方の裏地みたいなところっていうか、これが裏になるのか表になるのかちょっとどっちかわからないですけど、これはなんかメッシュ素材みたいになってて、なんていうんですかね、野球のスライディングパンツって言ったらわかるんですかね、なんか網目があるというか、多分それで一発で分かってくれる人はいてると思うんですけど、野球やったことない人からしたらわけわからんと思うので、なんて言ったらいいんやろうな、なんかわからないですけど、まあ、とにかくメッシュ、野球のユニフォームっぽいメッシュがついてるっていうところが、まあ、夏場でもつけれるとか、今とか言って暑いじゃないですか、でマスクとかしてたらもう汗びちゃびちゃになるし、女の人やったら多分化粧取れるんですよね。で多分こういうマスクとかでこういうメッシュとかにしておけば、まあ、多少涼しいという感じにはなってると思うんですけど、まあ、メッシュにしてるからこそウイルスには対応しないかなと思うんですが、まあ、そんな感じで夏場でもつけれるようなマスク、むしろ夏場に向いてるマスク、だから冬とかやったら寒いんかな、ちょっとわからないですけど、まあ、そんな感じでした。でまあ特にこの感じだからマスクとしてのデメリットって別に即にはないんですけど、まあ、最後はサイズ感っていうところには話はいくんですが、サイズ感としてはですね、僕がこれさっきからつけてるのっていうのはこれ色違いで L サイズなんですよね。でこれ水色っぽいやつもこれも L サイズで、その濃い方のネイビーの方もこれ L なんですよね。だからまあ僕の顔というか、こういう僕みたいなこう顔長い系やったりしたら L サイズでちょうどいいと思いますし、顔でかい系の人も L サイズでいいと思うんですけど、一応表記としては一般男性は L サイズで、女性とかあと子供とかは M サイズで、幼児っていうか赤ちゃんみたいなのは S サイズっていう感じらしくて、この一回ちょっと M サイズちょっとつけてみましょうか。あでも紐通ってないな、まあいいか。 M サイズだったらこんな感じなんですよね。だからちょっとちっちゃいというか、ほんまぴったりって感じになってて、アベノマスクよりかは大きいんですかね。アベノマスクがこんな感じになってるので、ちょっと顎出ちゃってるじゃないですか。だからアベノマスクに比べると少し大きいけど、多分男性やったらこのサイズ若干ちっちゃい、もしくは顔ちっちゃい人やったら入ると思うんですけど、男性やとやっぱ L かなというふうに思いますね。で女性やったら M でもいけるし、 L でもどっちでもいけると思うんですけど、まあそんなサイズ感っていうことになってて、まあ僕あんま基本的にやっぱマスクあんま好きじゃないんでつけないし、あんま他と比べたことないんでよくわからないんですけど、まあとにかくこれめちゃくちゃ人気あるらしくて、色がね、この今回はネイビーと淡いブルーっていう、多分これおそらく僕のこと考えてくれてチョイスしてくれてる色だと思うんですけど、他にはちょっとガーゼっぽい色とか、なんかいろんな組み合わせがあるらしいので、まあ、それはお好きなカラーを選んでもらって、まあ、購入されるのがいいと思うんですけど、僕個人的にはやっぱこの水色って医療関係っぽい雰囲気出るから、どっちかっていうとこのネイビーをメインで使ってるので、まあ、僕の他の動画とか見ていただいたら多分このネイビーをつけてること多いと思うんですけど、これはまあまあ使い勝手が良くて、まあ、マスクが嫌いな僕でも2、3時間やったら我慢できるような感じになってます。まあ、普通に売られてるのとかやったら、僕ほんまにもう1時間ぐらいしたらこう嫌になってくるんですよね。だからもう街中とかも行きたくないし、もうマスクで疲れてくるし、まあ、人によったらこうマスクで荒れる人もいてるじゃないですか。肌が荒れるっていう人もいてるから、やっぱりどっちかっていうとこういうメッシュとかで呼吸のしやすいような感じとか、皮膚もそうなんですけど、呼吸がしやすいようにしてあげた方が肌も荒れづらいやろうし、あとまあつけてる感じもそこまで熱く感じにくいんちゃうかなとは思うんですけど、まあ、この辺はちょっと
と僕マスクに関してはあんま専門家じゃないから、ちょっとまあマスクの専門家ってないねんって感じなんですけど、あんま詳しいことは言えませんが、まあとにかく人気みたいなんで、まあ、欲しい方は早めに狙った方がいいんじゃないかなというふうに思います。なのでもしかしたらこれパッて見てたら、これ M サイズなんですけど M でもいけるでっていう人もいてるかもしれないんですけど、つけてる僕からするとやっぱりちょっと鼻と顎が当たってる感じが強いんですよね。やったら見た目的にはいけるとしても、つけ心地はちょっと悪いので、やっぱ L の方がしっくりくるっていうのがサイズ感かなと思います。で、 あと1点ですね、ちょっと言い忘れてたんですけど、これあのもし仮に購入された際は気をつけた方がいいなというのが、これはあのつける前に一回絶対洗った方がいいなというふうに思いまして、僕もこれつける前に一回洗ったんですよね。でも手洗いでバーって手洗ってみたら、もうこの染色の色っていうのがめちゃくちゃ出てくるんですよ。だから全然汚いっていうことはないんですけど、まあ、こういう洗えるマスクは一回洗ってから使用された方がいいと思いますので、僕も実際全部洗ってから使用してるので、多分洗われた際には結構その液が出てくるというか、この色が出てくるので、うおー出てるなーっていう感じ、デニム あの洗った時みたいな感じで出てくるので、まあ、洗ってから使用された方がいいんじゃないかなというふうには思います。はい、ということでですね、まあ、今回マスクのレビューということだったんで、僕あんまマスクつけないので、まあ、どういうレビューしていいかわからへんから、まあ、ざっとした紹介になってて、まあ、これが参考になるかわからないんですけど、まあ、多分サイズ的には男性はやっぱ L サイズで、女性も M か L でもいいかなというふうに思いますし、まあ、そう言ってる今の段階でもしかしたらもう売り切れちゃってる可能性はあるので、売り切れちゃってたらごめんなさいなんですけど、まあ、せっかくいただいたんで今回紹介しとこうかなというふうに思って紹介したという感じにはなっておりますということになってますので、まあ、もう少ししたら夏は終わるんですけど、多分マスク生活っていうのはしばらく終わらないと思いますので、まあ、マスク購入したいなって思う方はまあ参考にしていただければなというふうには思いますということになってますので、本日はですね、ゾンブルのマスクをレビューしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。